午後5時のイベント開始に花を添えたのは、地元落合で結成されたバンドによるステージ演奏でした。落合納涼盆踊り大会は、お盆にふるさとへ帰ってきた人や地域の人たちの交流を深めようと毎年この時期に開かれています。毎年落合たるみの落合ショッピングセンターサンプラザと真庭高校落合コーチの間にある落合病院駐車場で行っていますが、今年は台風10号の接近により雨と強風に配慮して落合小学校の体育館を会場に行われました。体育館の外ではポップコーンや綿あめ、焼きそばやかき氷などの販売やお菓子すくいのコーナーが用意され、訪れた人でにぎわっていました。午後7時になると体育館では落合音頭や東京囃子などの曲に合わせて訪れた人が盆踊りを楽しみました。体育館には落合小学校の児童が制作した灯籠およそ200基が踊る人を囲むように並べられ、祭りの雰囲気を盛り上げていました。14日は時折雨が降るあいにくの天候でしたが、落合納涼盆踊り大会では多くの人の笑顔があふれていました。